はい、どうも皆さん、トライアングルです。もう今もうスッて出てきてくれたね。はい、現在ちょっとクリエイティブモードからサバイバルモードにしたんですけど、まあ、こちらをちょっと用意させていただきました。まああまり使わないと思うんですけど、はい、このために一応、用意させていただ…陸眼ついてる。はちょっと待って、これ奇跡でしょ多分。まあ、とりあえずちょっとまず説明しようか。ちょっと待って、ごめん、めっちゃちょっと多分奇跡が起きて、今ちょっと正直焦ってるんだけど、多分前回、昨日かな、おそらく昨日、ぜひちょっと概要欄から見ていただきたいんですけど、こちら、結構おなじみになってきました、マイキーさんのね、まあ、マイキーさんが後ろについてきてくださる、モッドがあるんですけど、そちらを使って鬼滅の刃の動画を多分投稿してるかと思います。実はこれ同時刻に撮影というかね、同じ日に撮影してるのでちょっとあれなんですけど、多分パート2も鬼滅の刃の方出ますので、そちらもまた明日か明後日に出しますので見ていただきたいんですけど、その鬼滅の刃が出たということは、今度呪術廻戦で、ちょっとやっていきたいなということで今回、始めたんですけど、この陸眼、ガチでコマンド打ってないです。この陸眼って何かというと、五条、すごい確率で、すごい確率か分かんない、低確率でワールド生成した時に、これがつくんじゃなかったかな。五条先生じゃなくてもつくの？なんか五条先生のイメージなんですよ、陸眼って。あれか、別にこれ、これそうだよね、スクナだよね。これ何もいじってません。これスポーンした瞬間にこの術式、左下の術式になるんだけど、スクナなんだけどなるんだってか、まず陸眼が偶然なりました。この陸眼って何かというと、この感じで磁力の強さですね、これが見えるようになります。で、僕モッドで上に体力とかつくようになってるんで必要ないんですけど、黄色文字で体力20とかあるじゃないですか、マイキーさんの。はい、まあ、こういう感じで陸眼だと見れるんですよね、この体力とかが。すごい、待って、マジで奇跡起きた。まあ、とりあえず、まあ、ちょっとやっていきましょう。ちょっと時間が夜になってしまうので。で、マイキーさんのねモッドに関してはぜひいろんな動画出しておりますので見ていただきたいんですけど、まあ、要はついてきてくれて、僕の経験値が、あと一緒に戦ってくれますね。で、僕の経験値ってかレベルが上がると、マイキーさんの装備がどんどん強くなっていくという、システムになっておりますが、あっち平原だからあっち行った方がいいかな。ちょ、できればちょっと早めに、ちょっと呪術廻戦モッドはかなり危険なので、夜をあまりちょっと過ごしたくない。だけど、あ、羊さんいるね。OK。羊さんいるから大丈夫だとして。で、この呪術廻戦モッドに関しては、僕今スクナなので、こういう感じで、はい、技を打つことができます。でも、左して見てもらったら分かるように、コスト30ってありますね。で、このコスト30を、このパワーって、パワーがちょっとずつ体力上がってってると思うんですよね。170になってると思うんですけど、で、これを使うと消費されると。で、またどんどんクールタイムで復活していくっていう形なので、まあ、8とかね、今これ強攻撃だけど、8。8!このように、まあ、使えたりしますって感じですね。はい、うわー、これも陸眼で見えるわ。お、すげえ。とりあえず強攻撃、これでちょっとまず羊をちょっと集めましょう。これでまあ夜、まあでも何回かは試合したいけどね、試合っていうか戦いたいけど、経験値上げたいからさ。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。危ねえ、びっくりした。呪霊が来てた。マイキーさんかなーと思って見てたら、マイキーさんとモンストリー連れてきてた。ビビった今。まあ、でも4級になれました。まあ、こういう感じでね、呪霊を倒していくと、どんどんレベルが、ランクが上がっていくっていう感じだね。びっくりしたー。焦った今。あ、村だ。村見つけました。やった。よしよしよし、オッケーオッケー、いいぞ。結構鬼滅の刃、あ、でも鬼滅の刃モッドの時は村あったけど食料はなかったんだよね、結局。でもちょっと今回運がいいかもしれない。金のツルハシいただきましょう。撤回があるから、これで、あ、これで今30何個あったから鉄ピッケル作れますね。いや、ちょっと夜までにちょっといろいろ揃えたい気持ちはあるんだが、いや待って、もう夜になってる、夜になってる、夜になってる。まずい。
でも進捗ちょっと上げたいな。でもね、その呪力で倒すと、あの要は鉢とかね、この強攻撃とかで倒すと、あの経験値入らないんですよ。だ武器でなるべくあの武器で倒していかないと、呪霊に対してはね。だマイキーさんがレベルが上がらないんだよね。そこら辺ちょっとどうしようかな。できれば100用箱だっけ、そっから武器をゲットしたいんだけど、そう簡単には多分ないから、なんか白いあのよく小学校とかにさ、温度計、中に温度計が入ってるやつあるじゃないですか。あれあれがどっかにあれば、その黒糖とかさ、最悪幽運とかもあったりするから、それをゲットしたいんだけどないよな。よし、ご飯とで鉄の塊を、撤回か、撤回で30個使って鉄ピッケルも作りました。よーし、石の斧、これで。じゃあまず経験値をごめんな上げさせていただく。そして同時に皮もゲットしておけばエンチャントもできるから、一石二鳥。おー、マイキーさん今レベル上がりましたね。皮の帽子に、木の剣と。よし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 。でまだね、この装備ではさすがに呪術廻戦の世界は生き延びられるはずがないので、もうちょっとマイキーさんちゃんとレベルアップさせていかないとな。せめてダイヤモンド装備になってからようやくなんか戦えるって感じな気はする。でもこの呪術廻戦モッドのいいところ、モブだろうが、僕強くなってるので、呪術廻戦モッドのおかげで。だからモブは結構簡単に倒せるから、レベルは上げやすいと思う。一撃だからね、ほとんどね、ジャンプ。あー、君か、やろう。おらおら、かかってこいよ。経験値のために斧で、やばい、ちょっと待って、まずい。よし、オッケー。マイキーさん、マイキーさん、マイキーさん大丈夫、マイキーさんやばい。よし、行け、マイキーさん、マイキーさんゴー、倒して、頑張って、マイキーさん行け、頑張れ。ダメか、厳しいか、助けよう。マイキーさん大丈夫ですか、マイキーさん、おらー、どうだ、マイキーさん、よーし。お、めっちゃレベル上がった、めっちゃレベル上がった、一気に革装備、全身革装備になったね。よし、いいぞ。マキさんどうぞ、石の剣で、石の剣で倒しちゃってください。お願いします。よーし。そして、弓矢もついたと。いいね、だいぶ一気に強くなったんじゃないか。そろそろ寝るか、やばい。3級いる、3級倒そう。おらー、いやー強い、いやーやばいやばい、強い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 、待ってくれ待ってくれ、やめろー。うわ、2級いる、2級いるし、あそこやばくない？ちょっと待って、これは8でいこう。ぷねー、いくぞ、いくぞ、8、よし、どうだ、やばい、強い、わおわお、やばい、あ、お、あ、落ちと、落ちるー、落ちる、よく落ちる。待って、これ開き直したんだけど、あー、マキさんだ、これ開き直したけど、これどこ今、あでもそんなにあれか、大丈夫そうだね。マイキーさんも装備そのまま。ゾンバいる、待って、いやゾンバは無理でしょ、準1級か、無理だな。マキさんが一緒に戦ってくれればワンチャンあるけど、ゾンバはね。五条先生、こんにちは、マイキーさん、ガー、助け、危ねえ。五条先生の近く、ねえ、ねえ、びっくりした、ね、本当にびっくりした、五条先生、ちょっと経験値なくなったんですけど。え、ちょっと待って、びっくりした、今びっくりした、マウスが動かなかった。あの、僕はあのホイール型のマウス使ってるんですけど、今マウスがぐるぐる回してんのに曲がらなかった。ちょ五条先生の近くやめてこ、危ない危ない危ない、青なんか、あ、危ない、やめてやめて、怖い怖い怖い、もう五条先生がいなり怖くなりました、やめてやめて、本当にやめて。でもちょっとアイテム、怖い、赤でもダメージ入るんだね、あれ、青だけだと思ってたんだけど。マキさん倒してさ、いった、何、あ、マキさん勝てるかな、あ、言うんだ、これマキさんさ、ちょっと待ってくれ、これ、ほら、あ、
あ、ダメですか。ダメですね。どうしよう。マキさんやってみる ?140。まあ、最悪、復活すれば、いいし。あれ?あった。やるか。やってみるか。いくぞ。まず食べて、マキさん、よろしくお願いします。サポート。